人の振り見て我が振り直せ。五の倍数回っていうことで、歴史から少し離れまして、中国朝鮮との関わり方について僕の考えを話していこうかなと思います。僕の動画を見ていただいている方の中には、あ、このウプヌシって中国とか朝鮮のこと嫌いなんだろうなって思ってる方が多いんじゃないかと思います。まあ実際近現代史をちょっとでもかじってると、彼らのことを好きになるっていうのはなかなか難しいですよね。そんな僕なんですけども、日本のネットの論調を見ていて、一つすごく嫌な気分になることがあるんですよ。それは何かっていうと、朝鮮人のことをこんな風にやたらと草を生やしてバカにしてみたり、朝鮮クソ食い民族だとか、犬も食う野蛮人だとか、そういう言い方をしてバカにしている人たちがいっぱいいるってことです。これじゃあね、ただのヘイトスピーチですよ。おそらく朝鮮人のことをこうやってバカにしている人たちっていうのは、日本のことが大好きだからこそ、反日しか頭にない彼らのことが許せなくて、こういうことをやってしまうんだと思うんです。だけどちょっと考えてほしい。こんなことをやってたら、バカにしている相手と同じレベルまで自分を落とすことになってしまいます。自国を愛するっていうのは、他国をバカにすることとは違うと思うんです。当然遺伝子レベルの体の特徴だとか、彼らの文化をバカにすることは違いますよね。自国を愛するあまり、こういう行動をとってしまっている人たちは、ぜひ考え方を変えてほしい。汚い言葉を使って彼らをバカにせずとも、彼らの根拠なき反日や捏造に対しては、理論的な話で十分対抗できます。そのためには、まず日本という国に関心を持ち、正しく知ることです。その上で日本がより良くなるように望み、行動することです。僕の動画シリーズは、日本を正しく知るということの取っかかりにでもしてほしくて作っています。日本が良くなるように望み、行動するってなると、何か難しいことのような感じがしてしまいますよね。しかしそんなことはありません。福沢諭吉さんはその著書、学問のすすめの中でこのように述べています。国や社会のために何かをしたいと思う者は、思い悩む必要はない。大切なことは、まず自分の行いを正すことである。その上でよく学び、幅広い知識を身につけ、それぞれの仕事に合った知識と道徳を身につけていけばよい。隣国との接し方の例で言うなら、まずは汚い言葉で相手を罵っていた自分の行動を正すこと。さらに、きちんと論理的に反撃ができるように、正しい知識を身につけること。これが大切です。はっきり言って、汚い言葉で悪態をついている人たちっていうのは、普通の日本人から見れば、人の悪口を言いまくっている、あまり関わり合いになりたくない人としか映らないんですよ。ご近所の悪口を言いまくってるおばちゃんが、周りからは疎まれてるっていうのと同じ感覚です。本人は日本が大好きでやってることであっても、これでは逆効果でしょう。感情的になるのではなく、ちゃんと論理的に、根拠に基づいた話を日本から世界に広めていくことが、日本人のこれから取るべき道だと僕は思っています。次回は歴史に戻りまして、日本の国際的信用の高まりのきっかけとなった義和団事件について解説をしていきたいと思います。今回やるつもりだった日露戦争前の世界情勢については、43回の動画でちょっとまとめていこうかなと思っています。 YouTube でご覧の方は、動画下のチャンネル登録ボタンから、ニコニコ動画でご覧の方は、動画右上のお気に入り登録ボタンから登録をよろしくお願いします。エルトゥールル号事件の解説をしたときに、トルコ人と朝鮮人とを比べて、人間とサナダムシなんて例を使ってしまったことがありましたよね。これはよくよく考えると、ヘイトスピーチですね。本当に申し訳ありませんでした。僕の少ない語彙力と発想力では、日本にたかるだけたかって、その恩をあだで返しまくっているような例っていうのを、寄生虫の類以外から見つけるっていうのが、なかなか難しかったんですよね。非常に申し訳ありませんでした。